ブーゼックはドイツ連邦共和国ヘッセン州ギーセン軍に属すマチソンである。ギーセンの東に位置する。ブーゼックは北はシュタウフェンベルクとアレンドルフ、東はラーベナウとライスキルヒエン、南はフェルンバルト、西はギーセンと境を接する。行政機関はグローセンブーゼック地区のブーゼッカー城に置かれている。ロマネスク様式の上官礼拝堂は ブーゼック以外の住民も好んで、結婚式に利用している。自治体ブーゼックは、ヘッセン州の地域再編に伴って1977年1月1日に、それまで独立した町村であったアルテンブーゼック、ボイエルン、グローセンブーゼックが法律に基づいて合併し、成立した。それ以前の1971年10月1日には、すでに、トローエと、 オッペンドートがグローセンブーゼックに合併していた自治体ブーゼックは以下の地区からなる。ブーゼックの集落はトローエを除いてブーゼッカータールに属している。この地域は14世紀半ばに登場した帝国直轄地域であり、その行政機構はグローセンブーゼックに置かれていた。この地域は本ブーゼック家と本トローエ家の共同統治の形で統治されていた。 上官は本トローエクへの創設にまで遡る。上官は1458年の霊園文書に初めて記録されている。ブーゼックには数多くの福音主義及びカトリックのキリスト教徒がいる。すべての地区に福音主義の教会組織がある。トローエの他は歴史的な教会道を有している。グローセンブーゼックには聖マリエン教区教会があり、ブーゼック、ライスキルヒエン。 フェルンバルト、アレンドルフのカトリック信者の信事を担っている。オッペンロートには真使と派協会組織がある。行政機関が入居しているブーゼック上2011年3月27日の選挙以降、ブーゼックの町議会は37議席からなる。2015年6月14日に行われた町長選挙の結果、同年6月28日に、 ディルクハースとズーザンネ・ローゼマンとの間で決選投票が行われた。この選挙でディルクハースは53.3%の票を獲得して当選した。この選挙の投票率は52.0%であった前町長のエルハルトラインルは2009年9月27日の選挙で69.9%の票を得て再選された。 投票率は78.3%であった。図柄、金字と黒字に左右に分割。互いに反対の字色によるヤギの角。角は黒字と銀字に左右に分割され互いに反対の字色による三つ葉のクローバーを描いた湾曲した三角図形の基部から突き出している。フォンブーゼック家の別家系は紋章にお羊の頭部を用いている。クローバーは トロー駅とノルデックツはラーベナウケの衣装である。グローセンブーゼック駅は、ギーセンとフルダとを結ぶ、ホーゲルスベルク鉄道に面している。町内を連邦アウトバーン A5 号線が通っており、ライスキルヒェンインターチェンジに直接面している。また、連邦アウトバーン A485 号線の、ギーセンビーゼックインターチェンジにも面している。 連邦アウトバーン a 4 8 5線や連邦道 B49 号線が町内を通っている。ありがとうございます。